ほとんどの日本人は韓国語の発音全部できますよ。これ説明したことあるけど、もう一度感動の時間を与えよう。これだけ発音理解できてるのに、単語になるとうまく発音できないの、基礎ができてないことですよね。違う、発音をしたことないからですよ。この発音できない日本人います？いないでしょ。学生、これ皆さん学生ですかって言います？学生っていうね、学生一緒だよ。同じ発音でもそれだけを練習するのと、後ろに何が来てどういう音になるのかによって全部違うんですよ。簡単に言いましょうか。これ説明したことあるけど聞いてない人いっぱいいると思うんで、もう一度感動の時間を与えよう。これ発音何ですか？にうんですか、いうんですか、みうんですか、まあこういう人いるよね。これが英語だと 2N、NG、まあこういうやつなんかね。皆さん毎日大嫌いなやつあるでしょ。旦那さんのパンツ洗ったりするじゃん。洗濯、ベロをもう少し唇に出す。洗濯、韓国語で書くと洗濯ですよね。じゃあ次、皆様が大好きなお札でございます。昔私も好きだったよね。夏目漱石の時はすごい好きだったけど、我が輩はデコであるが、今はデコじゃなくてなんだっけ、ログチヒテよ。違う人でしょ、1000円。じゃあこれをなかなか伸ばさないとダメなんで、円に近いかな。これで2円かどっちかなんだけど、1000円。ベロを噛んでもないし出してもないし、口を開けたままに1000円。ベロどこにいます？後ろ。空洞を作ってるんですよ。口の中が一つの洞窟になって響いてます。1000円、先生人の1000ですよ。韓国の先生、3000人、1000円。これだよね。次、微音になる例もあるんですよ。新聞最近見ないよね。新聞、後ろにブーが来ることによって、口を黙った状態、新聞で、こういうのが皆さんユシムカードあるでしょ。ユシムカード、シムカードをこうやって書くじゃないですか。なんでこれは口を開けちゃう？韓国だとこのままにシムカードできないわけないんですよ。日本人が普通にできますよ。とりあえず口を黙る、発音続く、シムカード言えばできますよ。こうやっていろんな単語があるので、皆様が難しく感じてるだけで実際全部できますよ。辛ラーメンどこのやつですか？ノンシム。口閉じるだけ意識をすればいいんじゃないですか。これ何ですか？あれ、これ1000円。あ、これ響かせる、空洞作る、ベロ引く。ノンシム。何でもできますよ。皆さんこれをノンシムって言うけど、なんでノンシムなの？勉強するときは分かるのに、単語にしたら分かりませんってよく言うじゃないですか。難しくないですよ。難しくない。理解してみてください。そのまま受け入れてください。できますよ。ほとんどの日本人は韓国語の発音全部できますよ。やらないだけ、知らないふりをしてるだけできますよ。